円盤屋プレゼンツ、飛鳥昭雄エクストリームサイエンス、飛鳥ゼミナール8。それでは飛鳥先生、よろしくお願いします。どうもです。こんばんは。よろしくお願いいたします。いや、行って。そうなんです。もう皆様方には先ほどよりご覧いただいてたと思うんですが、ね、素敵なお帽子ですね。あのファンの方から、このレイバンのメガネと、はい、それとグラスですね、とこの天下のハットですね、両方一緒にいただいたんですか。いただきました。はい、ありがたいです。はい、革なんですよね。革製ですよね。まあ、あの私事ですが、はい、とりあえずいただいた以上はやっぱりこう公開しなきゃいけないんで。とてもよくお似合いです。皆様いかがでしょうか。私事で大変申し訳ありません。まあ、それにしましてもちょっと番組の最初の方が、ああ大変だったな。そうですね、ユーストリームの方の、まあ、あのシステムに問題があったみたいで、15、6分もっと遅れましたかね、はい。でも今回もですね、先生たくさんの質問をいただいているので、いやだね、じゃあ番組の方早速始めていってもよろしいですか。どうぞ。はい、よろしくお願いいたします。まずはこの方からですね。こんばんは。はい、こんばんは。ではです、今月号のムーのラジャさんの記事を楽しく読ませていただきました。光があれば闇があると言いますが、聖書では光イコール神とあります、人と同じように星にも光るものは救われ、闇の光は滅ぼされているということが当てはまるでしょうか。ぜひ先生のご見解をお願いします、ということですね。まあ、それは基本はそうなんだけど、それはあくまでも基本であって象徴なんだよね、言葉的には。例えば人間にも陰と陽があるんですよ。陽というのは男で、陰は女性なんですよ、ね、だったら女性滅ぼされるのかってことなんでしょ。そうです ね、それは違うんだよ。だから天体にも光を発する天体、これはいわゆるプラズマでいうところの、まあ、いわゆる放射するプラズマの一方、光を全部吸収しちゃう方のプラズマのあれを持ってるのね、プラズマっていうのは本当ちょっとした加減でどちらにも変わっちゃうんだけど、だから、まあ、ラジャさんというね、まあ、あの天体っていうのは、まあ、そういう意味ではあの光を吸収しちゃう星なんだね。へ、でただ、まあ、陰と陽で言うと、まあ、ムーでも書いたけど、今度は逆にあれはオスなんだよ。ほう。で太陽系の星は基本的に全部女性。女性、まあ、答えとしてはそういうことで、あの必ずしも象徴は全てを言ってるわけじゃないから、そういうこと。